有機化学及び有機金属化学において、アルキルチカン、ビアリールホスフィンハイ,イコリガンドは、リンを含む、ハイイシであり、パラジウムなどの繊維金属触媒の活性を高めるのに用いられる。炭素炭素結合を形成するパラジウム、触媒カップリング反応や炭素窒素結合を形成するバックワールドハートウィックアミノ化などに応用するため、 ステファン・バックワールドによって1998年に合成された。これらのイ囲史が開発される前は、パラジウム触媒を用いるし、N クロスカップリングには、第1世代、第2世代のホスフィンイ囲史が用いられていたものの、激しい反応条件が必要であり、機質適用範囲が限られるなど制限が厳しかった。鈴木、宮浦カップリングやネギシカップリングは、 pd4 を触媒として用いることが多いが、塩化アリールの反応性が低いため、基質が、中カアリールや溶ーカアーリールに限られており、新しいハイ,イシの合成が求められていた。最初の報告によれば、バックワールドハートウイグラにより、立体的に傘高く電子豊富なホスフィンハイシが合成され、バックワールドハートウィクアミノカやエーテル合成反応、ネギシカップリングや鈴木、 ミウラカップリングなど幅広い触媒反応に用いることができるようになった。この中でバックワルドラはジアルキルビアリールホスフィンハイ衣子に着目し、ハートオイクラはビスホスフィノフェロセンやトリアルキルホスフィンの研究を行った。バックワルドラが開発し発展させたためジアルキルビアリールホスフィンハイ衣子はバックワルドハイ衣子とも呼ばれる。 ジアルキルビアリールホスフィン排子をカップリング反応に応用することで反応の気質適用範囲が大きく広がった。さらにブレッドホースの誘導体を排子として用いることでハロゲンカアリール、ギハロゲンカアリールを気質として復化物、トリフルオロメチル化体、ニトロ化合物、シアン化け物など嗅覚性の低い様々な化合物を嗅覚剤として パラジウム触媒クロスカップリングを起こすことに成功した。これらに加え、AU、AG、CU、RH、RU など他の金属の触媒反応にも応用範囲が広げられている。今日ではこれらの排子は工業的にも研究でも使われている。ジアルキルビアリールホスフィン排子のワンポット、合成バックワールド排子は空気に対して安定な結晶性個体である。 多くは市販されているか、安価な主役から容易に合成できる。これらの排子においては、ワンポット合成が開発されており、1 0ラムスケールでの工業的合成が行われている。ジアルキルビアリールホスフィンの構造特性と触媒作用に与える影響。他の排子より、パラジウム触媒カップリング反応における活性が高いのは、これらの排子が電子豊富で、 立体的に傘高いなどの理由がある。臨元子に結合する置換機にシクロエキシル、タートブチル、アダマンチル元が用いられるのは以上の理由による。ビフェニル元において下の管のホスフィの元に対するオルトイも位子特性に大きな影響を与える。多くの結晶解析によりバックワールド位子が反反応性位子であり、 触媒サイクルにおいて高い反応性を持つ12電子、LPD 中間体を安定化すると推測されている。より最近の肺位子ではパラジウムによって仲介される CH 活性化により触媒が分解されるのを防ぐため2位と6位を置換したものも構成されている。クロスカップリングにおいては反応の基質が変わった場合、肺位子の構造をわずかに変化させるだけで劇的に 触媒活性が向上することがある。このため、一つの変換反応に対して様々な廃止が合成されている。温和な条件で触媒活性を持つ LPD を合成する方法を開発することで多くの塩基によって活性化されるシクロパラジウム化触媒線具体が開発され、さらに廃止の応用範囲が広がり、使い方も簡単になった。よく知られ、 商業化されているジアルキルビアリールホスフィン肺衣種を開発順に以下に示す。それらの名前はバックワールドのグループの共同研究者で、それらの肺衣種を最初に合成した人のファーストネームやイニシャルにちなんで名付けられている。それらがすでに使用されていた場合はバックワールドの猫の名前から名付けられた。ダベフォースダベフォースは最初に報告された。 ジアルキルビアリールホスフィン肺医師であり、当初はパラジウムを触媒とする温和な条件での鈴木、宮浦カップリングとバックワールドハートウィックアミノ化に用いられた。この肺医師はこの他にも、ケトンやエステルのアリール化、塩化アリールの放素化、インドールのアリール化などの反応にも適用されている。ダベホースに関しては、多くの就職を加えた肺医師が合成されている。 トブーディベホースは、室温で、塩化アリール、または、シューカアリールを基質として用いたときに、ダベホースより、スミ木、宮浦カップリングでの反応性が高いことが、わかっている。ビフェニル等価体も、スミ木、宮浦カップリングの触媒として用いることができる。ジョンホース、ジョンウォルフにちなんで名付けられた。ジョンホースは、もともと1999年に PD を触媒と、 するエンカアリール、シューカアリールの鈴木、宮浦クロスカップリング反応に使用されていた。このイイシは、かさ高い気質を小さい触媒負荷で、室温にて反応させることができる。このため、このイイシはエンカアリールや、トリフラートなど幅広い化合物のアミノ化やチオフェンの、アリール化など様々な反応に適用されている。フジョンフォースや、サイジョンフォースなどの就職体も、 PD を触媒とする、クロスカップリング反応のために開発されている。メフォース1999年に最初に報告され、パラジウムを触媒とする鈴木、宮浦カップリング反応において、ダベフォースやジョンフォースなどと同様の働きをしている。アリールケトンの生成反応において、触媒活性を持つ。タートバメフォースなどの誘導体も販売されている。 アムジェンでのバックアルドの同僚が新しい P38 分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼ阻害剤を研究していた際 PD23 メホースによって鈴木宮浦クロスカップリングの後半がよく触媒されることが分かったこの反応はキログラムスケールで行うことができ最終性生物のアミド中に過剰に存在するイミダゾールがパラジウムに配位して 複製生物となるため、パラジウムを除去する必要もない。アムジェンにおける、キログラムスケールでの P38、マップキナーゼ阻害剤の候補の合成。ザ・ホース・ザ・ホースは2003年に最初に使用された、ハイイシであり、アレーンスルホネートや塩化アリールのアミノ化やアミド化に、用いられる。ザ・ホースは、パラジウムを触媒とする塩化アリール及び、塩化ヘテルアリールの放素化にも使用されている。 ザフォースの構造を一部変えたハイ医師も報告されている。ザフォースの立体的傘高さを高めたトバックスフォースやメヨントビュートルックスフォースはジアリールエステルの構成に使われている。4位にスルホモトを持ったハイ医師は推計の二小系容賠中でその等カップリングを行うことができる。スフォーススフォースは2004年に報告されたハイ医師であり、鈴木。 宮浦カップリングにおいて高い排子活性を示すことが知られている。この排子は、ヘテロアリールや、電子豊富、電子不足のアリール、ビニルボロン酸と、様々なハロゲン化、アリール、ハロゲン化、ヘテロアリールの温和な条件でのクロスカップリングを可能にした。スホースは、PD を触媒とする塩化アリール、塩化ヘテロアリールの放送化にも用いられている。 スフォースの酸ルホネーという動体は、水系溶媒中で、鈴木・宮浦カップリングを進行させることが分かっている。研究レベルでは、スフォースを応用した例として八大会でゲーゲリンを合成した例がある。鈴木・宮浦カップリングを分子内で起こして、ゲーゲリンを全合成した、レールフォース・ルーフォースは2004年に最初に報告された廃遺誌であり、 高いハロゲンカアリールと有機や塩化合物をパラジウム触媒化で反応させるネギシカップリングにおいて高い活性を示す。このハイ石イは極めてかさ高い気質や様々な感能元を持った気質を反応させることができる。このハイ石イは塩化アリールのトリフルオロメチル化やハロゲンカアリールのアミノ化にも活性を示すことが分かっている。ブレッドフォース・ブレッドフォースは2008年に最初に 報告された、イイシで PD を触媒とするメシラアートや塩化アリールのアミノ化に活性を持つ。このイイシは弱い嗅覚剤とハロゲン化アリールの反応を促進する。また、一級アミンのモノアリール化に高い選択性を示し、ジアリール化け物の生成を最小限に抑えることが特筆される。ブレッドホースも化学選択性を持ち、一級アミンが二級アミンに比べ、 優先的に生成する。ブレッドホースの触媒反応におけるその他の応用としては、塩化アリールのトリフルオロメチル化、アリールトリフルオロメチルスルフィードの生成、鈴木、宮浦カップリングなどが挙げられる。ブレッドホースについてもいくつか構造を変化させたものが販売されている。トバブレッドホースは、アリールトリフラートや中ーカアーリールを、フッカアリールに変換する触媒反応や、 芳香族にトロ化合物の合成で合直な、排子として用いられる。非常に傘高いアドブレッドフォースは、ハロイミタゾールや、ハロピラゾールなどコイン管ハロゲン化複素、乾式化合物のアミド化に用いられる。クフォースクフォースは、PD を触媒とする二級有機アエン化合物と、ハロゲン化アリールのネギシカップリングに高い活性を持つ。アルファスアルファスは市販されている。 ジアルキルビアリールホスフィーンイ異誌の中では最新のものの一つである。2015年の報告ではこの排異誌は温和な条件での PD を触媒とするアリールトリフラートやヘデロアリールトリフラートの不素化で高い活性を示すことがわかっている。ありがとうございます。